レオナルド・ジャルディムは、ベネズエラ・バルセロナ出身のサッカー指導者。ベネズエラに在住していた、ポルトガル人夫婦の間に出生、その後、両親の故郷である、マデーラ島に戻った。プロサッカー選手としてのキャリアはなく、大学時代にはすでにサッカー指導者を目指しており、大学卒業後には、子供や女子チームだけでなく、ハンドボールチームの指導も経験した。2001年、 マデーラ島にあるクラブエディカマーシャにアシスタントコーチとして入団。2年後の2003年には監督に就任し、当時27歳で監督デビューを果たし、5シーズンの間チームを率いた。その後2009年に SC ベーラマルの監督に就任すると1年でプリメーラリーが昇格を成し遂げた。2011年に SC ブラガの監督に就任。 2011から12シーズンには、リーグ戦13連勝を記録しクラブ新記録を樹立。勝ち点62のリーグ3位に導き、UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献。翌2012年には、ギリシャのオリンピアコス FC へ移籍し、UEFA チャンピオンズリーグでの初再配を経験した。2013年、スポルティング CP の監督に就任。 全シーズンを7位で終えるなど低迷していたスポルティングの中で、下部組織出身のジョアン・マリをウィリアム・カルバーリョ、セドリック・ソアレスなどを発掘し若手中心のチームを作り上げ、UEFA チャンピオンズリーグ出場圏内の2位に導いた。2014年6月、リーグアンの AS モナコと2年契約を締結。2014から15シーズン開幕前には、クラブの方針の影響で、 ハメス、ロドリゲス、ラダメル・ファルカを失ったが、ヤニック・フェレイラ・カラスコや、ベルナルド・シューバーなどの若手選手を積極的に起用。UEFA チャンピオンズリーグでは、ラウンド16でアーセナル FC を下しベスト8、進出を果たすなどの検討を見せ、2015年5月12日に2019年まで契約を延長した。2016から17シーズンには、 UEFA チャンピオンズリーグで、レバークーゼニア、トッテナムホットスパーと同居するグループを首位で通過し、ラウンド16ではマンチェスターシティ、準々決勝では、ボルシアドルトムントを撃破。準決勝ではユベントスに敗れたものの、13期ぶりとなる準決勝へ進出した。リーグ戦では、最終的に107得点となる攻撃力を武器に、第19節以降の20試合を無敗で終え、 モナコに17期ぶりとなるリーグ優勝をもたらした。この活躍によりシーズンのリーグ案年間最優秀監督賞を受賞した。2017から18シーズンには自身がトップチームデビューさせたキリアン・エムバペをライバルのパリ・サンジェルマンへ放出し、その他にもベルナルド・シューバなどを放出した。UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグで2分4敗に終わり、 最下位で敗退。しかし、リーグ序盤戦では首位パリ・サンジェルマンを2位につけ、中盤戦には順位を落としたものの、最終的には、オリンピックリオンや、オリンピックマルセイユの追走を振り切り2位でシーズンを終えた。翌2018から19シーズンも、トマレマルなどを引き抜かれ、シーズン前のトロフェでチャンピオンではパリ・サンジェルマンに、0から4の大敗を起死した。 リーグ戦でも9試合を終えて1勝3分5敗の18位に、アマンジ、2018年10月11日に解任が発表された。だが、公認のティエリアンリが成績不振によりわずか3ヶ月で解任されると、2019年1月25日にモナコの監督に復帰した。2019年12月28日、ジャルディムは再び解任され、 元スペイン代表監督のロベルト・モレノが公認に任命された。2021年6月2日、1年契約でサウジアラビアのあるヒラル SFC 監督に就任。準備したフォーメーションに選手をはめることを好み、4から4から2を採用する。FW にはある程度の自由を与え個人のスキルを活かしたプレーをさせるものの、守備参加の意識を高く持たせている。 若手を積極的に起用する監督として知られており、AS モナコ時代には、キリアン・エムバペ、ベルナルド・シウバ、ヤニック・フェレイラ・カラスコ、ティエム・ウェバカヨコトマレ・マル、ファビーニョなどをブレイクさせた。また、選手のポジションをコンバートさせることもあり、もともと DF であったファビーニョを MF として開花させた。ありがとうございます。